ああね、ネオナチとかねいう言葉はやっぱりまた出てきましたよねあの。いろいろと説明がつかない時には最後にはねこれネオナチだとか言ってからね新しいナチスだとか言ってからねまとめちゃう人がいるんですけどもあのまあなん,んですかねまさに知識の浅さというかね情報の浅さを感じさせるのかなと、うん、かネオナチって言葉を出しちゃうと。 その受け取った人のそれぞれのイメージで解釈しちゃうんでもう分からなくなるしでもそこから先話が進まなくなるんですよねで何を繰り返し言ってもネオナチだとかねあの情報統制されてるとかプロパガンダだとかでもそのリピートになっちゃうんでもうめんどくさいからその人と話できないなってことになるんですよまあそうするとあのめんどくさいから話さないのに説得力があったってその人思っちゃうんですよねだからこれがだから知識とか情報の甘ままさで まあネオナチっていうのがね仮にあったとしてもそんなねそもそもナチスって結局滅びちゃったわけですよでその後継団体のネオナチの方が強いみたいなねなんか陰謀にたけてるみたいなことを考える人がいますけどもいやこれがねじゃあそのネオナチの予算はどっから来てるんですかとかねリーダーは誰ですかとか中間管理職は誰ですかとか。 ネオナチっていうのは入会するのに書類書くんですか、何語ですか。じゃどの媒体で連絡取り合ってるんですかとかね。まあ、いろいろありますよね。もう、あんまりこういうこと。本気で答えてもしょうがないんですけども。ただね、ネオナチズムっていう思想あるでしょうね。ネオナチはこういうことをやってるに違いないっていうふうに想像して書く人はいるでしょう。で、それが S. N. S. の時代とかブログの時代になって。あの、自分の考えをまとめたものを。残す人がいるんですよ。 でそれをたまたま見かけた人が「あエビデンスだ」って思っちゃうんですよね。でその人もその人なりの感想を書くとで、それもまた活字に残るわけですよね。そうすることによって最初はあぶくだった幻想みたいな誰かの空想があっちこっちに文章として残ることによって嘘も積み重なっていけば本当に見えてくるっていうねまあそういった現象でしょう。うん 嘘から始まった空想から始まった話なのにずっとその話をね聞いたり言ったりするとさもそれがずっと本当にあったかのように自分の脳が錯覚するんですよねだからこれがセルフプロパガンダってやつで自分の青春時代が退屈でつまらなかったものであってもいや俺実はさ昔やんちゃしててさみたいに言い出すと本当にそうだったような気がするんですよ自分の人生がそういうふうに、ね、楽しんでる間はいいんですけどもね ただ人を指さしてお前はなネオナチだとかねこいつはネオナチだっていうのはなんか差別表現とか侮辱とかにも通じるんじゃないですかね、まあ、そもそも人ってそんなにね簡単に分類できるものではないと思うんですよある時はあの沢田研二ファンでもあるしある時はマリーニ・モノファンでもあるしいろんなものを掛け持ちして生きてるんじゃないですかねだからネオナチ的な発想を持ってる人ってのは まあいいるることはいるとは思うんですよでも全部がそれじゃなくって大抵は平和を望む平なんていうの優しい人なわけですよね。でもこう戦わなくちゃならない時に尻尾を巻いて逃げるようなところが出たり謀略で乗り切ったりねそれから正々堂々とぶつかっていったりとかさまざまな面があるということじゃないですかね。だからこの地球っていう空間も まあネオナチに憧れるる発想のの人がいいも無理はないでしょうねでもそれが組織だってね何かの活動して一つの一定の目的のもとに何かをやってるってことはなくってそもそもネオナチが何かをやってるんだったらそのネオナチの計画は未だにうまくいってないってことでしょうね特に派遣を取ったわけじゃないしなんかロスチャイルドとかね言いますけどジョージ・ソロスとかね そういった有名人の名前を使ってこいつはこういうふうに動いてるに違いないとかこう考えてるに違いないみたいなことを繰り返し繰り返し言うことによってねたまたま自分が思ってたことを誰かが表現してたらやっぱそうでしょって思うんですよね、まあ、そういうふうに思考がなんかこう自己強化されていく、まあ、それにすぎないんじゃないかなと思いますねネオナチね言ってみれば反社会勢力でしょ <laughs> ネオナチ いや本当に、ね、これが出てくるんですよねすぐ人の一定の,その陰謀論が好きな人の中からね陰謀論が好きな人の中でもちゃんと陰謀にタッチできる人はいるんですよ確たる人とつながり確たる情報とつながり確たる、うん、取材予算を払ってね、うん、んかちゃんとやってる人もいるんですけどねだから一緒くたにされちゃうのがね気の毒ですよね、うん、なんかねその あのフランスかドイツの B 級映画の一部分を切り取ったものを日本に持ってきて「こんな極秘映像がありました」とか言ったらねその B 級映画だから誰も知らないものですからその映画のワンシーンが本当にリアルであったことのようにあの勘違いしちゃう人もいてそういう例がいくつか積み重なってある一定のね事実に見えるようなものを作ってしまったというそういったことも結構ありますんでね。ご用心ですよね。うん やっぱりこうバランスよく考えていってまあでも分かんないですねこれね人の考えてることですから、うんまあ、勘違いが世の中を動かしてるところもあるんでまあ思いたいように思えばいいんじゃないかなと思いますただ結論が見えたと思った瞬間もうそれは知るべきことにも知るべきことを知っていないことの底が見えたってことじゃないかなと、まあ、私はいつも思うようにしてますけどね。